図面の方を立ち上げていきたいと思います。まあ、僕自身慣れてないので、まあ、実際にその初めて使うという方にも、まあ、分かりやすいかなと思います。ちょっと容量悪いやり方するかもしれませんが、どうぞその辺はお願いします。はい。材料の追加ですね。ホームセンターに売っている材料ではなく、材木屋さんから直接買いますよという形で検討しました。で、とりあえずで、1メーターの、材料を買おうかなと思ってます。なので、ですね、編集から、板材のところに、新しい種類で、ここに無垢材を登録したいと思います。テクスチャーは木目。色は杉にしとこうかな。はい。で、ここに新しい規格ということで、材料の厚みが、どうしようかな。20ミリを前提としていたので、20ミリにしましょう。材料の幅。一応、購入したいのが、使いたいのが160前後でした。200で見ておきましょうかね。材料の長さ。これが、1メーター。で、価格。これが、前、まあ、4000弱って感じでしたね。一応これも、4500円で見積もりましょうか。はい。で、これで、6。はい。そうすると、こういう規格がここに出てきましたね。はい。非常にわかりやすいです。材料を追加してあげましょう。はい。これでまず、こういう形で、置かれました。まず、はじめに、90度回転させて、これがじゃあ天板になるようにしましょう。ちょっとショートカットを使ってるんで、本当はここら辺からいじったら分かりやすいんですけど、ちょっとショートカットでやっていきます。天板、底板ができましたよと。はい。じゃあ今度側板を作ってやりましょう。コマンド C、 コマンド V、 ローテーションで90度回転。はい。でこのまま移動してやります。はい、スナップというところがつきましたよということですね。はい。で、ここが、まあ、こういう形で縦勝ちになるという説明をしました。これすごい使いやすいのが、縦勝ち横勝ち、こういうふうに図面上で変えれるということは、実際に僕が、手で書いていたことがここでも簡単にできる、修正もできるということですね。これがすごいいいところだと思います。この材料今1メーターあります。で、800の長さにすると言ったので、800に変えます。実際に1メーターで買って、ひび割れとか、使えないところがあったら、そこを切ってやるという考え方です。このサイズが、370縦の外寸でしたよということでした。だからこちらも370に書いてあげましょう。はい。370。はい。で、これを移動してスナップさせます。はい。縦勝ちですね。はい。だいたいこんなプロポーションになるのかな。でですね、ここから、今回、まあ、ビスケットだとちょっとあんまり、ね、参考にならなさそうなので、トリマーでちょっとサネみたいなのを作って、で、はめ込んでやろうかなと思います。まあ、補助で組んでもいいんですけれども、できるだけ、まあ、ちょっと手軽に作ろうかなというふうに考えてます。じゃあ、まず、セイタ入れてみましょうか。はい、背中側です。セイタは合板でいきます。どうしよう。セイタ合板でいいか。とりあえず合板で入れてみましょう。材料の追加で、どうしようかな。合板。ラワン。ラワンか。奈良は、シナベニアにちょっとオークっぽい色塗ってあげた方が、馴染むので、ラワンではなくてシナベニアにします。9ミリがいいかな、12ミリがいいかな。奥行きが結構、タイトだった感じがするので、ちょっと頼りないけれども、9ミリにしてあげましょう。で、これをじゃあ追加して戻る。はい。はい、これでシナベニアが置かれました。はい。で、まあ、ここで注意するのは、まあ、ちょっと木目の使い方ですね。800なので、こう、縦使い、横使いでもできるんですけれども、基本、家具は、こう、長い方向に木目を流してやった方が綺麗に、見えると思います。ですので、今回は木目をこういうふうに、横ラインに流してあげたいということで、そのようにローテーションをしていきましょう。で、立ちましたよと。で、もう一回ここで90度。はい。サイズを変えてあげましょう。はい。サイズ。スナップしましたね。スナップ。で、とりあえず、これ打ち寸でスナップさせました。でですね、ここ、このままドンと入れてやったら、
どうやって止めるかっていう形なんですけど、書き込んであげようと思います。書き込むというのは、ここの板をですね、若干トリマーか何かで溝を掘って、そこにベチャッと入れてやると。この付け方だと隙間がどうしてもできたり、止め付けとしては弱いので、ちょっとまあいろいろ、まあ見ていただいた方が分かりやすいと思うので、ちょっと作業しますね。厚み20の板に対して、サイズをプラス10します。これね、自分で計算しなくても330×10って言ったら340、こういうふうに計算してくれるんです。これすごい便利ですよね。計算機をいちいち持ってなくても、大丈夫と。こっちもじゃあプラス10してあげましょうか。サイズ、まあ、810なんですけど、810プラス10。はい。同じくこちらもプラス10ですね。プラス10。はい、820になりますよと。はい。そうするとですね、材料自体がこの中に今練り込んでいる、重なっている状態になりますね。重なる部分を書き取るということができます。書き取るというのは、まあ、もう溝を掘っちゃうってことですね。で、それは形状加工、切り欠き。で、この部材をこれで切り欠きますよと。で、切り欠き。はい。そうするとどうなるかというと、ここに、こんなラインができました。で、これをちょっと移動してみましょうか。はい。で、今これどうなりましたかというと、わかりますかね。これ、こういうふうに、段書きがここに出来上がりました。はい。こういう形でですね。だから重なった部分を消去してくれたということです。こういう加工が、こういう操作ができるというのはすごいありがたいことですね。で、まあちょっとこれ、もしかしたらもっと手際いいやり方あるかもしれないんですけど、同じように、はい。で、どうなったかな。これを、どうして。この切り替えたときに一応大元がこう残ってますので、それは消してあげてください。はい、すごい便利ですね、これ。トリマーで実際にやろうとしたらなかなか大変なことです。はい。同じようにどんどんやっていきます。ちょっとここら辺はじゃあ動画省略しようかな。これなんかもっといいやり方あるんでしょうね。使い慣れてる方とかいらっしゃったら、ぜひ教えてもらえればと思います。僕これ、詳しく説明書を読んだわけではないんです。ユーザーインターフェースがすごいわかりやすいので、もうそのまま、なんと言うんでしょう。もう見たままで使っていたら自然になんとなく慣れていたと。いうことで、すごいこれ本当に、よく計算されて作ってられているものだなというふうに、すごい感じます。はい、こんな形で、ですね、切り欠きができました。なんとなくイメージできますかね。で、ここにビスを打っていきますよというような形になります。でですね、これすごいのが、ちょっとまだ僕慣れてないんですけれども、で、ビスっていうのがあります。で、ビスどこに打ちますかと。ということで、僕が打ちたいのは、この面ですよ。というふうにやってやると、ビスの種類、ビスの長さ90もいらないな、30ぐらいでいいかな。で、何本打ちますかと。3本。とりあえず3本にしておきましょうか。はい。こういう形でですね、ビスを打ったらいい距離っていうのが出てきます。こんな形ですね。はい。で、まあちょっとこれ僕、まだ使い方慣れてないので、これはちょっと一回、ビスは消しておきましょう。でですね、そっかそっか。中に棚入れるの忘れましたね。中に棚入れるのを忘れたので、これコピペするともうこれ、段書きがしてあるので、もう一回材料を追加しましょう。板材に木材これ登録してますんで、追加して戻る。で、キュッと回して、こっちかな。はい。で、サイズ変更。はい。スナップ。このスナップ機能がすごい便利ですよね。スナップ。これでこういう風に、高さ方向は揃いました。じゃあ、これ、サイズ、ここ飛び出てますので、引っ込めてあげましょう。今これだと、ぶつかってくるので、引き戸にしますので、ちょっと、これを引っ込めてあげましょう。はい。ただ、どれだけ引っ込めればいいかっていうのはちょっとわからないので、とりあえずまあこれぐらいっていうことで、やっといてあげましょうか。はい。じゃあ、こんな感じで、
ひとまずはできましたよと。これが外の形ですね。じゃあここに、引き戸をちょっと作っていってあげましょうか。